ゴジアオイ族は、半日花カの族の一つである。学名は、古いギリシャ語からで、南ヨーロッパでは、花の咲く植物として、極めて一般的なものである。和名は、花が、タチアオイや、ドロ,ロアオイなどのアオイ科の植物によく似ていて、正午前後の数時間に開く一日花であることによる。ゴジとは、馬動き、つまり、太陽が南中する時刻のことである。地中海沿岸の、 ヨーロッパ、北アフリカ及び西アジアに分布している。原種は20種余りだが、主観光廃種だけでなく、半日花族などと除く観光廃種も作られており、欧米では極めてポピュラーなくサバナの一つになっている。反対完成の常緑小低木で、樹高は50から150センチメートルくらいである。葉は大円型で耐性し、長さ2から8センチメートル、平滑で、 葉の表面に方向のある精油を含むものもある。花は、晴れた日の日中に咲き、家計4から8センチメートルくらいの五弁花で、白、藤色、紫、ピンクなどがあり、単色での、どの部分が赤みを帯びるものもある。また、かなり鮮やかな空色に近い品種もある。満開時には、株が花で埋まるほど美しい。アルカリ性土壌を好み、高温多湿に弱いため、 日本の気候風土には風向きで、ほとんど栽培されていない。しかしかなり魅力的な園芸種であり、栽培を試みる価値はある。欧米のネットショップなどで種を入手し、5月初め頃に、発種する。副度は2ミリくらいが良い。花壇上にする場合は、周りより30センチメートルくらい高くなるように盛り土し、駆土石灰を一坪あたり5キロくらいすき込むのが良い。鉢植えの場合は、 8寸くらいの素焼き鉢に植え付け、水やりは少し控えめにして育てる。ありがとうございます。